漢字問題。読み間違いが多い漢字が全部で18問です。では始めましょう。第1問、これ何と読む？正解はおぼろ月夜。春の夜に月がほのかに霞んでいる情景を指す言葉です。第2問、これ何と読むでしょう。正解は白蠅。梅雨が明ける頃吹く南風のことです。第3問、これ何と読むでしょう。正解はザーサイ。中国四川省特産の漬物です。第4問、この漢字何と読む？正解は信楽焼。滋賀県甲賀市を中心に生産されている陶器です。第5問、これ何と読むでしょう。正解はみぞおち。人間の腹の上方中央にあるくぼんだ部位のことです。第6問、この漢字何と読むでしょう。正解はつづら折り。いくつにも折れ曲がって続いている坂道や山道のことです。第7問、この漢字何と読むでしょう。正解はみなす。仮にそうと見る、そうでないものをそうとするという意味です。第8問、この漢字何と読む。正解は飲む。酒や茶を飲むことです。第9問、この漢字何と読むでしょう。正解は水杯。杯に酒の代わりに水をついで飲み交わすことです。第10問、これ何と読む？正解はともぎれ。仕立てた衣類と同じ布地の切れ端です。第11問、この漢字何と読む？正解はこぼす。中に入っているものを外に出してしまうことです。第12問、これ何と読むでしょう。正解は曲がう。
入り乱れたり似たりして紛らわしい状態にあることです。第13問、この漢字何と読むでしょう。正解は石鹸。対象となる範囲を片端から勢いよく自分のものにしていく様です。第14問、これ何と読むでしょう。正解は湯行僧。仏教の僧侶が布教や修行のために各地を巡り歩くことです。第15問、これ何と読むでしょう。正解は聞かえる。動詞の場合は聞かえる、名詞の場合は着替えです。第16問、この漢字何と読むでしょう。正解はおびき出す、騙して誘い出すことです。第17問、この漢字何と読むでしょう。正解はまことしやか、事実や内心を繕って奮闘を目指すありさま態度です。第18問、最後の問題、これ何と読む？正解は研ぐ。刃物を砥石などを用いて切れるように鋭くすることです。